スキンヘッドカメラのバンバチクです。お願いします。はい、こちらはですね、バンエー競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。おーい、はい、お願いします。昨日でね、ジョッキー20人コンプリートしたんですけど、よくやったね、バンエー競馬のジョッキーして20人で。でもさ、お疲れ様でした。万栄競馬を育てるっていうのはジョッキーだけじゃないね。もちろんそうですけど。だね、これからはね、万栄競馬の周りの方々の似顔絵を描いていく。勝手なことするなんて。もう筆が止まんねえ。筆が止まらないよね。もう上手くなってきた自信がついちゃって。そうなるほどね。うん、どういう人を描く？今日はね、木本利正さん。木本さん描くの。なるほど。まずやっぱり僕はこの方絶対描きたい。木本さん、ごめんなさい、ね。師匠を一応描いたみたいな。いいですか。はい、どうぞ。いいと思うよ。おい、なんでいいじゃん。ダメ。カツラじゃん。カツラじゃん。これ取れるじゃん。絶対こうやったら。これ、うん、ポイントはね、やっぱり木本さんね、その出演するとき、そのスーツっぽいのと私服っぽいなんだけど、僕がスーツっぽい方が好きなんで、スーツっぽいので描かせてもらって、悲しそうな顔してるよね。馬券外した後、予想外した後の顔ですよね。そんな悲しい、なかなか表情出ないんだ。ポーカーフェイスがあんま変わらないけど。めっちゃ悲しそうだ。1個も当たんなかったかもしれない。はい、というわけで、今回予想していくのは3月14日のメインレース、白樺賞です。いはい、こちらの僕の本命は8番のダイリーファイターですね。うん、はい、前走雪月か特別で2着に来てますんで、1着の9番心の宝と3秒差なんでね、展開次第で逆転可能かなと思ってます。ここ本命第2ファイターにして相手に心の宝を入れたいと思います。そしてまあ番営でね、よくある両サイドの馬が引っ張られてゴールするという、その怪しさをプンプンに兼ね備えている7番のスーパータイトルを、穴に上げて、こちらベテランの馬ですんで本当に後者、だと思いますので、こういった感じでいきたいと思います。8番から7球へ流して各500円計1000円生まれんつくです、うん、はい、はい、僕はですね、木本さんがたまにやる今日は枠連を買ってみたいと思います。いいよ、ね、はい、本命はね、1枠のブチオ、はい、これはね、ちょっと馬柱が一番綺麗、難しかったからね、ちょっと折れそうな感じは、一番綺麗なブチオ本命に3枠アーモンドヒューマン、5枠坂野ダイヤ、うん、で8枠2頭ダイリングファイター心の宝、ここをね、枠使いにさせてもらって、あー、なるほど、木本さんがよく言う枠使いですね、枠使いしても大丈夫、8番2頭がいい、はい、1枠から3、5、8、各200円の計600円にしました。はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、また来週になりますね、いよいよ木本さんの予想じゃないから来週はいよいよ番組記念ということで、最初に、またお会いしましょう。さよなら。